予算案に対して、賛成か反対かを、表明するのが、地方議員の仕事だと思っております。ですので、すべての予算案に対して、賛成をするのではなくて、ここはきっちりメスを入れて、無駄な、税金の使い方がないように、メスを入れていく必要があると思っております。日本の経済は、どんどん縮小をしていっていますので、さらに、これが人口を減少して景気が良くなく、悪くなっていくと、ということは、今後の日本は、海外との、関わりがなければ生きていないような、状態になると思いますので、まずは子どもを一人でも産めるような街づくりにしていくこと、そして、海外とのやり取りができるような、英会話教育、これに力を入れていく必要があると思います。今の、世界共通語は英語になっています。ですので、日本の教育も、ライティングリーディングだけではなくて、スピーキングの方にも力を入れて、世界のどこに行っても英語で活躍できるような、子どもたちを人材育成をしていく必要があると思います。まだ政治の経験はありませんが、教育の経験を生かして、高校に浜松の街づくりをしていきたいなと思っております。2040年になると、896の地方の地方は消滅をすると言われていますので、我々の街も消滅する側に行くのではなくて、20年後も発展していけるようなこういった街づくりを目指して、だから子育て支援に力を入れていった方がいいと、自分は考えております。他の民宿町村と差別化を図って、魅力のある街づくりを目指していきたいと思っています。今の時代は、他と同じことをやっていても商品の発展は、進めないと思います。他の街と差別化を図ることで、分かりやすい色を打ち出して、違う街にすることで、人口を少しでも、集めていけるような、こういう社会インフラを目指していきたいなと思っております。そのためには、税金の使い方に手を入れて、ただ、税金投資は活用をする。そして、人の予算を流れを、目指していきたいなと思っております。新しい産業を起こすことで、雇用とお金を生み出して景気を良くしていく、そうすることでなるべく我々の税金は使わないようにして、景気を良くしていく、こういった社会インフラを目指していきたいなと思っております。日本の場合は、日本人の全員の資産を集めると1800兆円くらいあると言われています。ですので、その一部でも使ってもらうようになれば、利益はかなり良くなると思います。ですから、我々の税金はなるべく使わない、減税をすることで消費を促進して利益を良くしていく、その結果我々が住みやすい街づくりに、突きつけていきたいなと思っております。本来の議員の仕事というのは、減税をすることで税収入を増やして、そして、消費を促していく、将来の不安を払拭して消費を促していかないと、やはり地方の方が先に疲弊をしてしまうと思っています。東京の場合は今比較集中ですから、東京だけは人口が増えています。ですが、我々の町からも人口が流出をしていますので、人口減少というのは
他の街よりも子供を入ってくる情報の量や質も、変わってきますので、21世紀は、情報化社会です。他の人が知らないことを知っていることが、本当の強みだと思います。ですから今後は、情報の持つ力がますます大きくなってくると思いますので、21世紀は変化も激しい時代になります。そういった時代にこれから日本を生活する若い子どもたちが、活躍できるような、そういったスキルを学校教育で、学ばせていけるような、そのためにはやはり今の学校教育というのは20世紀の教育になりますから、答えを覚えるだけの教育になっています。今はネットで検索すれば、いくらでも答えは見つけることができるので、答えがない問題でも価値は自分で解決できる、そういったスキルが必要になってきていると思います。ですので、そういった20世紀にあった、教育カリキュラムに改善していくことが、我々の未来、将来、老後、これも、